あなた運がいいんだって。ケンケン先生、いつもお世話になっております。ガーシーに懸賞金3億円が出てるそうです。事実なんでしょうか？まあそういう話題ありましたね。3億円とかは出てるわけがないですね。漫画の世界ですね。プーチンですら懸賞金1億なんですけど、こういう芸能系のね、下半身事情語る人に3億円の価値はないですね。動画で話したんですけども、その動画のコメントに、損をする芸能事務所があったら3億円ぐらい払うのではみたいなコメントありましたけども、それこそもう漫画の世界じゃないんで、簡単に人を殺したりとかお金の額の問題じゃないんですよね。もし例えばガーシーさんにね、なんかこう叩かれる予定のある芸能事務所でもですね、人を殺すっていうのは無理なんでね、そんな簡単に殺せないんで、ゴルゴ30とか次元大輔とかいるわけじゃないんで、金の問題じゃないですね。デスノートとかあったらね、殺せるかもしれませんけども、こんな殺したら大変なことになりますからね。893とかもそんな余計なことしないっすよ。そこまでの価値がないですね、正直。そうそうそう、ワンピースとか、ね、その漫画の世界じゃないんで、その懸賞金とかね、ない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 。これ笑い性でしょうね。まあそうするとガーシーさんが大きく見えるんで、まあそんな価値ないっすよ。てか3億円とか額の問題なくて、殺すだけの価値はないですね。信じる人がいるんですかね。確かに、まあ綾野剛の事務所とかですね、白田くんの事務所とか、真剣佑とか、誰かの三男で女性を襲った人とか、なんかまあ自分がやってることをまあ棚に上げてね、ガーシーさん死ねとか、ガーシーもとっとといなくなってくると思ってる人いるかもしれませんけども、それを実行できるわけないんでね。殺したりとかもうほんと漫画の話ですから、結局なんかガーシーさんに暴露されて困るっていうよりね、ガーシーさん殺した方の罪の方が大きくなるんで。あ、そうそう、森進一さんの息子か、それですね。それはね、女性を襲った人が悪いんで、まあ、暴露されて当然だし、それを止めたいと思うのはね、あるかもしれませんけども、かといって殺したらそっちの方が悪くなりますからね。そこら辺はダメですね。その辺を分かってガーシーさんもやってますけどね。まあできないですよ。本当に殺される世界とかだったらね、ガーシーさんもできないですからね。まあちょっと何か暴露したぐらいで、まあ、今の時代殺されるとかないですよ。昭和の初期とかね、たら分かんなかったかもしれませんけども、この時期無理っすよね。なんかまあメキシコかコロンビアで、なんか YouTuber がマフィアのボスをディスってて、それできっちりけじめをつけて殺されたっていう事件ありましたけども、まああれはやっぱ向こうの話ですよね。日本ではそんな話がないですよね、やっぱり。ただあのメキシコ、コロンビアとか、あの辺はやっぱちょっと舐めたらダメだと思いますね。きっちり来ますからね。やっぱり日本とは違うと思いますね。向こうはプライドがあるんでね。顔で商売してるんで、メキシコとかコロンビア版のヘズマ流的なやつがね、すごい挑発したらしいですね。そこら辺はね、分かってやってるのが青いなと思いますね。だからガーシーさん分かってやってますからね。本当に来るとこと来ないとこっていうのを分かってないとダメです。その線引きが大事ですよね。向こうはマジで来るんでね。命落としたらね、クラスの YouTube の再生数が上がろうとシャレにならんのでね、向こうはガチできますね。日本はそんなんないですよ、平和です。ヘズマリュウもね、ちょっと逮捕されるかもしれませんけども、命の危機がないからですね、スーパーでお刺身食べたりとかですね、そういうことするわけですよね。本当に来るやつはやったらダメです。なのでガーシーさんも予定調和内ですよ。予定調和内、まあまあ大丈夫だろうという。まあ正直ガーシーさんになんか来るって言っても電話かかってくるぐらいじゃないですか。日本のね、893から何かあるとしても電話かかってきて、お前ええ加減しときやとかいうのが関の山じゃないですかね。それぐらいしか今の日本だったら、できないでしょうね。でまあガーシーさんも分かってるから電話とか出ないでしょうね。でまあ、昨日ね、ちょうど一昨日か動画しましたけども、綾野剛と白田優、あと真剣佑とか、森進一さんの息子とか、本人らもちょっと悪いのがあるんでね、本人たちも何も来てないわけじゃないんで、そこが一番の僕はミソだと思いますね。何も悪行をね、してないんだったら、ガーシーさんのみに非がありますけども、そこら辺の部分が、ちょっとガーシーさんの暴露はうまいと思いますね。そう、薬してたりとかですね、綾野剛だったら未成年に手出してたりとかですね、その辺うまいことついてると思いますね。つけ込まれる隙があるっていうのがミソだと思いますね。それがなければね、ガーシーさんが一方的に悪いってなりますけども、やっぱこいつやってるから言われて当然やんっていう気持ちがみんなの中に出ますからね。そこをうまくついてるんじゃないですかね。とにかく芸能人たちも、僕も別にガーシーさんをかばうわけじゃないですけども、調子乗ってたりとか女性を傷つけたりとかね、自分がこう有名人だから天狗になってお山の大将になって、そういうことしてるのはもう身から出た錆というか、
かね、だと思いますね。全部が完璧な潔癖なタレントをガーシーさんも叩けないと思うんで、この人はもう何もしてませんと、叩きようがないですよね。 DV も振るってません、女の子に何もしてません、お薬もしてません。そういう人間だったらガーシーさんも叩きようがないですからね、何もしてなかったら。だからそれはもうしゃあないと思いますけどね。叩かれる側にも過失があるんでね、しょうがないと思いますね。芸能人でもね、タレントさんでも真面目な人っていますから、男性でも女性でも。女遊びしないとか、酒飲まない、薬絶対手出さないって人も全然いるんで、飲みに行かないって人も全然いるんで、やっぱり調子乗ってた結果ですよね。そうだと思いますね。そう、だから結局、全員真面目だったら、ガーシーさん暴露話ないんですよね。もう言うことなくなるんで、ガーシーさんの暴露がしょぼくなりますもんね。あいつは納豆食べれないとか、信号無視したとか、車乗ってる時に10キロほど法定速度より早く走ってたりだとかね、それぐらいしかいいことなくなってくるんで、まあ見かられたサビってやつですね。言えることがないんでね、ユーザーとか視聴者さんで賛同する人が出るってことは、なんかやっぱ悪いことしてたってことですよね。そうそうそう、足の裏が水虫とか、あいつは脇がとかね、全然風呂入ってないとか、そういうぐらいになってくるんで、別に嘘言ってないみたいですからね、ガーシーさん。そのあたりは本人らがしょうもないことしてるから最終叩かれるってことですね。ツイッターフォローしてね。先生は運がいい人生ですか？自分は38ですが、運に恵まれていた気がします。もうそう考えるのいいですよね。僕はそうですね。まあいつも言うんですけども、自分をどこに置くかなんで、僕は今の時代の日本に生まれてきた時点で、もうだいぶ運がいいと思ってるんで、これ言ってもね、そんな当たり前やとか言う人いるんですけども、なんでどう捉えるかですよね。それを当たり前と思うのかですね。じゃあ他の日本人と一緒やみたいなことを言う人いるんですけども、僕はだいぶと運がいいと思いますね。これだけね、地球上にいろんな生物がいて、いろんな国があって、いろんな場所があって、虫に生まれてくるかもしれないし、動物に生まれてくるかもしれないし、これを人間としてね、日本人としてこの時期に生まれてくる、この日本に生まれてくるっていうのは、多分地球の全生物の幸福度上 1% に入ると思うんですよね。そうそう、マジで日本にね生まれてるのは運がいいですよ。なかなかね、ガチで本当に食べるもんありませんとかいう人ってなかなかないですからね。この国生活保護ももらえたりとかしますし、まあ戦争がねある国も今なやってる国ありますからね。まあみんな親切ですし、日本とかマジで一番平和な気がしますね。その海外とかめちゃくちゃ詳しいわけじゃないですけども、日本なんか食べるもんありません、恵んでくださいって言ったら普通に何人か目で恵んでくれそうですもんね。僕の知り合いかな、財布なくしてマジでなんか電車賃を貸してください、電車賃貸してくださいって言ってたら、何人目かの女の人で1000円くれて、必ず利息つけて返しに行きますんで、連絡先だけ教えてくださいって言ったら、返さなくていいんでっていう、1000円くれたって言ってましたね。普通の女の子が。そういうの日本とかだけだと思いますね。なかなか普通の女の子ね、1000円くれるってね、本当に困ってたのが分かったんでしょうね、と思いますね。僕も多分そうしますね。額が額なんでね、もう1000円だったらもうね、そうそう、みっこさんの言うように、LINE とか、よくわからん人間にね、電話番号とか知られる方が嫌なんで、確かにそうなりますね。本当に財布落としたって伝わったんでしょうね。そこら辺嘘じゃないと、そういう感じのね、国に生まれてるんで、まあ僕もでも多分そう言いますね。言ってきたら、めんどくさいし、4日前相談者さんと一緒にね、銀座だったんですけども、タクシー乗り場に運転手さんがめっちゃ並んでて、あんまりお客さんいなかったんですよね。で、僕が、その相談者さんと一緒にね、乗って、どこどこまでって言ったら、場所がむちゃくちゃ近かったんですよ。ほんと1メーターの距離だって、あー、で、閉まったと思ってね、あれって結構タクシーの運転手さんからするとですね、すごい並んで、乗ってきた客が、もう1メーターだったら、大損というかね、外れ客なんですよ、正直。遠くまで行ってくれたらね、結構な額になります。でもそれ、ガチャじゃないですか。運ですからね。それで、ちょっと1メーターになったんで申し訳ないんで、まあ、支払いはね、GoPayとかでして、チップ渡そうと思ってね、タクシー暗かったんで、1000円チップ渡したつもりだったんですけども、間違って5000円置いてしまいました、僕が。まあもう一回置いたからええかと思って、チップで5000円渡しましたけども、そうそう、1メーター外れ客なんでね、ちょっと1000円と思って置いたら、なぜか5000円があったんで、もうね、あ、間違えたっていうのもあれなんで、まあいいかと思って、タ
クシーの運転手さんもね、まあ外れと思ってたら当たりやったみたいな出来事でなっていいかなと思って5000円置いて帰りましたね。ちょっとねあまりに近かったんで、東京がわからんのでむちゃくちゃ遠いかめちゃくちゃ近いかも全然わかんなかったんで、それでね行ったらマジで近かったんでね、そうだから1メーターと思って5000円余分にもらったんやったら、まあ瓢箪から駒というか、あ外れと思ったら当たり客やったみたいなね、そうそうそう思わせるんがまあいいかなと思ってね。そしたらこのタクシーの運転手さんもね、1メーターであろうがどんな人であろうが、まあ、優しく接するようになりますもんね。だからどれが当たり客かわからないよっていう、まあでもいい人やったんですよあれマジでね。たまにね1メーターやから他行ってくれっていうタクシーのおっさんいますからね、結構ね文句言われることとかあるんで、散々待ったのにね1メーターかよみたいなのを言われることとかもありますから、それがありますね。タクシーの運転手さんもいろいろですね。あとねまあこれねちょっとねエロ話になるんですけども、今の運転手さんはラッキー度で言うと中ラッキーぐらいなんですけども、大ラッキーを手に入れちゃった運転手さんの話をしますと、今度本人に名前言っていいかどうか聞きますけども、とあるねセクシー女優の知り合いが僕にいましてですね、でそのセクシー女優の人がタクシーに乗ったらですね、タクシーの運転手さんがめっちゃそのセクシー女優さんファンやったんですよ。本当にめちゃくちゃファンです言われたんで、でそのセクシー女優さんね嬉しかったんで、その後そのタクシーの中でやらせてあげたって言ってたんで、これガチ実話ですね。本人に名前言っていいかって聞いときます。これガチ実話なんでね、これが多分大ラッキーパターンですね。やっぱり本人からすると嬉しいですよね、大ファンなんでね。これガチ実話なんでね、こういうこともあるんだなっていう、一切話を持ってない、これ多分大ラッキーパターンですね。むちゃくちゃですね、むちゃくちゃそういうことがねあるんでね。いやいや、あの本番ですね、本番オスチャット案件なんでね、朝から言うことじゃないんですけども、まあそういうこともあるんでね、皆さんいろいろあるんで、世の中ってね、まあ誰に対してもね、あのことは悔しいか、スパチャラス、あれスパチャラス、そういうこともあるんで、もうどんな人にもね、なんかまあ親切に、多分運転手さんもいい人だったんでしょう、ファンっていうの伝わったんでしょうね。まあ、僕の乗った運転手さんもそうですけども、タクシーだけじゃなくてね、何でもこう人と知り合った時に仲良くしとくとねいいよっていう話ですね。皆さんも人生こう人と触れ合うことがね生きていたらあると思うんですけども、親切にしたりとか仲良くしとく方がね、前も言いましたけどね、芸能人の誰かの人の話でおはようございますって挨拶されて、全然知らん人やったんですけども、おはようございますって言って言わんかったら殺されてたみたいな話があったんで、そう挨拶をして挨拶を仕返しさなかったら殺そうと思ってたっていう、そう、そんなのがあるんでね、そういう話もあるんで、なんでまあ挨拶とかしたらね、おはようございますとかこんにちはって言われたらちゃんと挨拶返すべきですね、うん、そうこれ実話なんですよ。で結局なんか挨拶を返してこなかった人が刺されて殺されたんですよね。こういう話もあるんで、皆さんもまあ挨拶とかは一応返したりね、生きてて外出てたらねいろんな人に会うことあると思うんで、ちゃんといい風に接する方がね得があると思いますね。笑顔でね言いましょう、おはようございますと言いましょう。僕もちゃんと挨拶絶対返すようにしますね、どんな人に会っても。たまにやっぱり全く知らない人、全く友達でもない人、このタイミングでしてくるんかっていう人でも、なんかおはようございますとかこんにちはって言ってくる人いますよね。なんか歩いててすれ違っただけでね言ってくる人、たまに公園とかでいるんでね、おばあちゃんとかもいるんで、僕はそういう場合は絶対返すようにしますね。まあその事件がどうこうじゃなくてね、そうさ、あと子供でね元気に挨拶してくる子供いますよね下校時にすれ違うだけでたまに挨拶してくる小学生がいるんで、その時も僕も一応元気に返しますけどね。まあ運が僕もいいと思いますよ。タクシーパターンみたいなエピソードみたいになるぐらい運がいいのはないかもしれませんけども、まあ普通にそんななんか大病とかせずにね今まで生きてこれてるんで、非常に運がいいと思いますね。病気とか怪我とかそういうのした時にいかに普段ね自分がラッキーかっていうのを思うんで、人生でお金に困って今日食べるもんないなとかそういう時期も別にないんでね、だからだいぶ運がいい方だと思いますね。ただ僕もそのなんかタクシーエピソードみたいにね、その女優さんのタクシーエピソードみたいに人生で1日でいいんで面白いラッキーエピソードみたいなのも起きてほしい気もしますけどね。あーすいません稲葉さん、大病人生の私は運が悪い。いやそんなことないと思いますよ。その病気はねみんなする人もいますけども、僕もまあ一回痔の手術はしてるんですけども、まあそれもしょうがないかと思って、それもまあ一応治りましたからね。大学生の研修生にいっぱい見られましたけども、それもありましたけど、前言ったと思うんですけど、なんか電車乗って慌てて電車から降りていった人がいて、降りていった人が座ってたとこに宝くじが10枚落ちてまして、その宝くじは一応拾ってで、なんか当たるような気がして当たったっていう、これ僕の友達の実話なんですけども、まあそういうのがあるんでね。300万ですね、300万。まあそのなんか1億何本当たってないんですけども、でもなんか当たりそうな気がしたって言ってました
たもんね。もうそのお金はもう普通にそのまま使ったって言ってましたね。探しようもないんでって言ってましたね。そういうジャンプの漫画のラッキーマンじゃないですけども、そこまでなんか人に話せるエピソードないんですよね。すげえラッキーだったみたいな、そんなん話がエピソードとして欲しいですね。なんかまあちょっと僕もそういう超ラッキーなね話があったらまた皆さんにね報告しますね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。金持ちと結婚する女性芸能人はお金目当てですか？まあよく聞くのがですね、ここも名前言ったらダメですけども、たまに女性有名人で結婚してよくわからない IT 社長とか一般人と結婚するパターンありますよね。これも全部が全部じゃないですけども、あれは結構その高級デートクラブっていうかですね、お金で出会ってるのが多いですからね。誰とは言いませんけど、まあ女優とかねアイドルでもありましたけども、たまにありますよね。芸能人同士じゃなくて一般社長、見たこともない聞いたこともない一般社長と結婚しますみたいな、あれはそういうので合ってますね。実際僕もそういうデートクラブというか知ってる人が運営してるんで、これこれこういう女優さんが行けますみたいな情報とかを未だにね連絡とかくれるんで、まあもちろんそのガーシーさんみたいにそれを表に出しませんけども、結構そういうので出会ってると思いますね。そういうので出会って気が合ってかどうか分かんないですけど結婚するみたいな感じですね。まあまああるあるですよね。そう、まあパチンコメーカーとかも多いですよね。僕の知ってるのは伊藤さんじゃないんですけど、イニシャルで言うと A ですね。 A さんですね。はい、 A さんです。まあそういうのがお金目的というか、もともとそういうお金で出会って結婚ですね。しょうがないですね。